はボダナン、アビラン剣ソワカ、シュラマハケ。神秘の楽園天空海、調和神ビシヌのもとデーバ神族が平和に暮らすこの世界は、一夜にして戦火渦巻く地獄と化した。破壊神シヴァ率いるアスラ神族が1万年の沈黙を破って戦いを挑んできたのだ。大地は血に覆われ、人々の悲鳴が荒野にこだました。天空海は滅亡の時を迎えようとしていた。シュラ王シラとはシミセンの頂上に眠る創造神ブラフマーのシャクティを目指して再び旅立った。アスラ神族を倒すためには、強大な力を秘めたブラフマーのシャクティを手に入れるしかないのだ。そしてシュラ王シラとは、そのシャクティを身につけることのできるブラフマーの後継者であった。だがシュラとの宿敵ヤシャオガイもまたブラフマーの後継者なのであった。選ばれし者の孤独。私は大丈夫ですから。いえ、そうは参りません。我ら微力なれど、なんとかビシヌ様のお力に。千葉、悪あがきはやめるがよかろう。まもなく天空殿が我がアスラ神軍の軍門に下る。いいえ、私たちにはまだ八部衆がいます。彼らがきっと私たちを、天空海を守ってくれます。どうかな。あなたは八部衆を見くびっています。彼らは正しき人将、アスラ神軍の魔人将などに負けるはずがありません。好きにするなよ。くわー、逃げ足だけは早いな。だがいつまでそうしていられるかな。銃が烈光弾。くそ、好き放題にやりやがって。ふざけんじゃねえ。お待ちなさい。あからなとはシュラトたち4人でも手こずった相手なのですよ。なんだと。聞き捨てならないセリフだぞ、クーヤ。俺たちでは無理だというのか。その通りです。力押しだけでは。じゃあ策を練るのです。絡めてでいきましょう。
どこに隠れようと無駄よ。感じるぞ、ネズミどもの気配を。そこだ！やられに来たか。潔いことだ。どうかな。行きますよ、レンゲ。はあ、それで何をするつもりだ。今です、ダン。おう、今までいたぶってくれた分をまとめて返してやる。うまく3万ラーボだな。またラーボ剣。はあ、騎馬竜作を。ハハハハ、仰々しいことをやったにしてはその程度か、哀れな奴らめ。何これは。かかった。今です。八部衆三連攻。はあ、これが八部衆の力だ。あ、何シャクティにひびが。運のいい奴らだ。しばらくの間その命預けておこう。逃げるのか卑怯者め。やめなさい、ダン。深追いは禁物です。なんだと。ダン、今回は痛み分けだ。くそ、だが次は必ず勝負をつけてやる。もちろんだ。シュラとヒューガ、リョーマ、急いでください。残された時間はわずかしかないのです。今後の戦い方のことだ。俺とお前が同時にシャクティを着るのではなく、交互に着て戦うというのはどうだ。交互に。シミ戦では急激に相馬を使うとシャクティの装着が解除されてしまい、シャクティが相馬を回復するまでにかなりの時間がかかる。その間はもう一人がシャクティを着て戦うというわけか。そう、時間差攻撃だ。効果的に敵を叩けるし、うまくいけばシュラトを戦わせずに済むかもしれない。なんだ、何言ってんだよヒューガ。なんで俺が戦っちゃダメなんだよ。分かってるだろう、シュラト。俺がブラフマーの後継者だからか。そうだ。戦うなとは言ってない。だがお前は戦うために趣味戦に来ているわけじゃないんだ。そのことを忘れるな。分かってる。いや、分かってるつもりさ。けど俺一人特別扱いで安全なところっていうのは嫌なんだ。わがままを言うな。お前には重大な使命があるんだぞ。仲間を掘り出して戦いから逃げるのは嫌だっつうのがわがままなのかよ。そうだ。ザー、なんで俺なんかがブラフマーの後継者なんだ。チクショー。シュラト、わーってるって。天空界を救うためだもんな。やるよ、やりゃいいんでしょ。大丈夫だ、シュラトは必ずやってくれるさ。ああ、よーし、ふんじゃ急いで頂上行こう。ファイトザクシュ。俺が行く。え、シュラト、
龍馬に任せておけばいいんだ。ああ。キキュウは、すまないシラド、とっさのことで相馬を放つ暇がなかった。いかんな、まだまだ俺も修行が足りないようだ。ユウナ、そんなにまでして俺のことを。そして龍馬たちも。ラクシュ、怪我はないか？平気平気。足元に気をつけろ。ありがとう。あれ、ヒューガーシュラットは？今のヒューガーたちは俺を守るためなら命も投げ出すだろう。そんなこと、そんな犠牲なんてもう真っ平だ。なんとしても俺一人だけでブラフマのシャクティを取ってくるんだ。そうすりゃ誰も犠牲にならずに済む。シュラトのやつ、一人だけで頂上に向かったのか。なんて勝手なことを。ヒューガ、そんな言い方って。あ、すまんシュラト。これは、お前たちは。お前たちは日程アンテロ、月程サンテラ。よくここまで登ってきたな。褒めてやろう。だがここまでだ。ここがお前たちの墓場になる。言わせておけばもう貴様らの手は食わん。シャクティなしで戦ってやる。さあ来い。ラクシュ、俺たちが奴らを引きつける。その間にシュラトを追え。今度の旅、お前にも大切な役目があるだろう。シュラトと合流しろ。うん、分かった。ミー、お願いね。だが俺たちのことは言うな。こっちの戦いを知ればシュラトは必ず戻ってきてしまう。そんなことはさせられない。分かった。戦う気があるのか。構わぬ、やるぞ龍馬。今だ、ラクシュ。行って、ミー、こちら。逃げるか、させるか。どうやら邪魔者はいなくなったようだな。何？2対2でたっぷり楽しみましょう。はあ、聖なる場所、そしてお前たちの墓場。何？この音は、頭の芯がしびれるようだ。うわっ。
万物はすべて二つにして一つ、一つにして二つ。陰と陽、愛と憎しみ、生には死が、創造には破壊が、そして光には影が。我らも同じ。二人にして一人、一人にして二人。何をするつもりだ。我らは二人にして一人、一人にして二人。これは気をつけろ龍馬。お前たち仲間同士で。シエリット、気のせいかな。シエリット、シエリット、ラクシュー、シエリット、よかった追いついて。ソーダーキヒューイ。おい、どうして一人だけで来たんだ。ヒューガとリョーマ。いいのいいの、あの二人なら後から来るって。クロムソン、ねえ、シュラと行こう。早く頂上に行こうよ。何かあったな。ヒューガたちに何があったんだ。何にも。ラクシュ、アスラ死ぬんか。うん、十二ラテが二人、ガイと一緒にいた変な二人組。シュラット、ダメ、私たちは頂上に行くの。グズグズしてるとガイがブラフマンのシャクティを。仲間が戦ってんだぞ、黙って見ていられるか。バカ。ラクシュ、バカ、シュラットのバカ。どうして、どうしてヒューガたちの辛い気持ちが分かんないのよ。ヒューガたちが辛い。ヒューガたちはね、シュラトの背負ってる重い宿命を分かってはいても何にもしてやることはできない。それがたまんないのよ。ヒューガもリョーマもレイガもダンやクーヤやレンゲだって、私だって辛い。だからせめてシュラトがブラフマンのシャクティを切るための手助けだけでもできれば、そうしたいの。ラクシュ、ヒューガとリョーマは敵を足止めしてくれてる、命がけで。だから今のうちに頂上に、みんなのためにも、お願い。わかった。シュラト、シュラト、死なないでくれ、ヒューガ、リョーマ。攻撃しかないな。最初は俺が。いや、俺がやる。何とかしてこの世界から抜け出すんだ。おりゃー、今度はこっちから行くぞ。行け、キューガ。四天ソワカー。
前もシャクティを着たらどうだ。少しは寿命が伸びるわよ。黙れ。奴らの次元に入っている限り勝ち目はない。だが入り口があったんだ。出口だってきっとどこかにあるはずだ。どこだ、どこにある。奴らの日食が起こり始めると巨大な竜巻になったり圧倒的な力で攻めてきたりしたが、日食が終わってからは体でぶつかってくるだけだ。もしやそこだ。剣王大魔刀。やったな、ヒューガ。ああ、龍馬のおかげさ。来たな。うまく逃げたな。そんなに趣味戦で死にたいのならそうしてやろう。うん、わざらきゃわしゃはー。今度は俺の番だ。本領ソワカ。龍王龍馬。十二羅帝の二人、日帝アンテラ、月帝サンテラの攻撃の前に苦戦する龍馬と日向。果たして彼らに勝算はあるのか。そして修羅とは害に追いつき趣味戦の頂上にたどり着けるのだろうか。龍馬は十二羅帝のアンテラとサンテラを前に大ピンチ。くっ、ヒューガ、龍馬、絶対に死ぬんじゃないぞ。一方、ようやくガイに追いついた俺は再び刃を交える。ガイ、俺とお前はどうしても戦わなければならないのか。次回、天空戦記シュラと燃やせ友情の相馬。シュラソワカー。